SC シリーズとは、ローランドの DTM 用音源モジュールの型番、商品名。総称は、サウンドキャンバス。なお、SC シリーズの音源部にキーボードを取り付け作業の、利便性向上を図ったモデルである、SK シリーズについても本校に掲載している。2015年に発売された、サウンドキャンバス 4iOS と、サウンドキャンバス場についても本校に掲載する。 SC-88 八プロサウンドキャンバスほぼすべての機種がローランド GS 規格に対応しており、その中核を担っている機種である。コンピューターミュージックのミディデータを作成する場合、この SC シリーズのモデルを使って作成されることが多く、90年代半ばに DTM のデファクトスタンダードを確立した。SC-8850、8820。88 カラートは SCD70 を経由し、SD シリーズにそのポジションは引き継がれた。現在では、世代遅れとなった SC シリーズであるが、旧機種においても、Windows Vista 用ドライバが用意されるなど、DTM における地位は未だ失われていないと言える。6 4ビット版の Windows で動作するシリアルメディドライバはないが、市販の USB、MIDI インターフェース経由で接続すれば、 Windows 10でも使用可能である。いくつかの機種において、表示パネルなどを省いた廉価版が発売されている。廉価版の機種名は、元となった機種名の後ろに ST が付いている。内部のミディ性能は基本版と同等とされるが、DAC などが異なるために、最終的に出力される音声の精度が若干劣っている。ただし、 SC-8850 の連価版とされる SC-8820 ではミデ性能は同等ではない。ありがとうございます。